と先ほどのあの高速道路を下から見上げてたところなんですけど、車が通ってる気配ないですね。ここももう一回老朽化、例えば50年後とか100年後老朽化したらもう解体してそれでなしでいいと思いますよ。車通ってる気配がないですね。まあ、元々そういう高速道路多いんですよ。その頃人口はどうなってるかですね。7000万人台ぐらいで横ばいになってるのか、高近年で少子化から脱却しようと思ったら個人情報保護法の撤廃と人材派遣業法具合出来高などの法律の撤廃、それでなんとかなると思うんですけどね。あとは精神病院系の精子が生産されない薬とか医療業界を正すと、そのあたりですね。あと警察官の人も精神病院に連れて行くんじゃなくて罰金刑で、まあ道路交通法みたいに罰金刑で済ますと、まあそれは一番手っ取り早くて、お金の国の税金の方がね使われなくて済みますからね。宝塚三大病院なんか1ヶ月で110何万の請求でしたからね。大阪の一等地、大阪ヒルトンホテル、まあ建築されて15年ぐらいの頃に私働いてたんですけど、1泊3万円台だったと思いますよ。それ考えたらね、ありえないですね。4人部屋とかだったために。まあまたあちらにもあの竹の林とかあります。まあここまで来たらね、まあこの辺でもまだ有馬温泉の駅の方が近いかな。歩いて20分25分はかからないかな。まあそちらの方へ行くと、左曲がっていったら、まあ岡場駅の方ですね、だと思いますよ。左って言っても、ちょっと待ってくださいね、あの道路標識の先だと思うんですよ。そこの道左からも西宮の山口町で行こうと思えば行けてたと思うんですけどね、ショートカットするような形で。まああちらの道を左に曲がってずっと進んでいったら岡場駅の近くだったと思いますよ。以上です。まあ枯れてる竹をいろんな各地点で回収している間にまた新しく回収した地点から新しい竹が生えてきますんでね、まあその繰り返しで、賄います。以上です。